おとなしい磁場クレーだったはずの奴らが突如目覚めた。磁場レジェンドアリーナの曰くについては君も耳にしたことがあるだろう。身元不明の人骨が大量に掘り出されたことが起こる直前に開催されたライブイベントが、バーチャルライブグループの名前は確か今回の騒動に関係があると。俺はね、ビジェネディープ、こんばんは、聞こえてますか、お化けの皆さん。光輝けサイリウム、悲しみにさよならグッバイ、溢れる思いを止まらない愛を歌に変えて。